楽器の方ね、ざっくりとお話ししましたけど、今度は弓の取り扱い方ね。で、弓はケースにどういうふうに入れるかっていうのがありますよね。で、大体決まってるのは、弓の毛が四角いケースも、ひょうたんのケースもそうですけど、大体弓の毛を下に向けとくといいですね。でもこれ全部上向けにしてる人もいますよ。だからこういう人もいますけど、大体揃えとかないと、下は下、上は上。まあ、ケースの種類によってはもう一本しか入らないっていうのもあるけど、それが大事ね。それから必ず緩めて片付ける。意外に簡単なことやけど忘れたりしますね。では弓取り出してみてください。はい、はい、取り出した時は、ちょっと今緩めてしまいましたね。で、今緩んでるんですね、弓ね。はい、弓もさっきのバイオリンと同様に触っていいとこ悪いとこあります。なぜならこのスティックね、ペルナンブコのスティックに薄くニスがかかってますよね。ニスがかかってるからあんまり触らない方がいいです。これ汚れます。でもまあニスがかかってるから拭けばいいんですけど、そういう意味で手の持つところね、ここ、それから指の先、この辺はこう触ってもいいですね。で、なんかとっさの時に危ないという時はこう持ってもいいですよ。はい、それで皆さんご存じないのが弓のこのスクリューの巻き方。これで僕も何度もあの動画でなんか撮ったような気がしますけど、また言いますけど、どうやって巻いてますか？どうやって、弓を張ってみましょう。はい、そうやって張ってますか？はい、ね、で、それはちょっとあまり良くないです。なぜならフロッグを見えるかな、こうちょっと近づいてみましょうか。フロッグをね、マスオさん、フロッグをこう掴むと、あのこのフロッグは金具でここで結ばれてるからこうやってあげないと、だからこれは意味がないんです。そう、だからこういうふうに押さえて軽くギューッと押さえなくていいですよ。軽く押さえてそれで巻いてあげる、巻いてあげる。だからここだと、あのこれ開けたら分かりますけど、ネジでこう動くようになってるからネジに負担がかかりますね。例えばこういう人いますよね、早く巻きたいからって。これ困るですね。これね、これものすごくネジに負担かかってネジ切れたりします。だから良くないです。だからここのスティックとこのフロッグのお尻を少し圧迫、少しだけですよ、ギューッとしたらいませんよ。で、こう巻く。で、緩める時もこんな人いますよね。こうね、これは全然もう問題外ね。だからここを心込めて今日はありがとうございましたって言って緩めるね、戻りましょうか。分かりました。そういう弓の取り扱い方を、はい、それでまあ一通り練習したと、そんな弓は張った状態になってますからね。どうやって吹きますか？どうやって弓をきれいにしますか？まず松弓を取るためのきれいで、はい、吹いてみましょう。そうね、はいはい、ちょっとここで一つ注意点今のやり方はこうやってここの毛に、弓の毛にそのきれいがかかってしまいましたね。かからないようにうまく取ってください。こうかかるとここのせっかくついてる松槍がきれいの方についてしまいますから、だからまあここをこうはめ込んで、はめ込んでもいいですよ。で、こうそれでこういったら毛がつかないよね。だからなんとなくこうバタッと持つとこうやって毛がこう、あの弓の松槍が毛にあのガーゼの方に残る、ね、そうそれよくないそこもこしてるの見にくい。そうよくないです。はい、気をつけてだからガーゼがいいですね、ちょっと分厚いとね、やめる。これ多分こういう綺麗だとこうちょっと先っちょの方だけこう持って、でこうこの毛に当たらないようにしてこういうふうにしてやってこうしてやる。なるほど、わかりますかね向きをね、わかります。そういうふうにして、それであと指の先の方も
こうちょっとこう綺麗にしましょう、うん、いつもね。そうすると毎日毎日綺麗にしてると光がしますから、うん、からあとここを左手で持って、そうそうそう、でさっき言ったみたいに緩めるときはこういうふうにして、今日はお疲れ様でした、昔あの自分の学校のバイオリン先生が練習を終わってから松井つける先生いましたけどね、まあ考えたら次弾くときさっさと弾けるかって感じ、落ちそうです練習を終わってから松井につける人おったね、まあ、恐れも悪くないけどね。先生、緩め具合はこのぐらいですか？そう、緩め具合は乾燥しててその緩まない時があるから、はい、これだとまだ少し 2,3 ミリ残ってるでしょ、でもっと緩むでしょ、ベロベロになりますね。でベロベロになったら、まあこれでいいです。で少しこう張っといたらいいと思います、これぐらい。そうだからまあ5ミリぐらい多分こう残ってても別に指に悪いことはない。ちゃんと完全に緩めてしまって、で緩めすぎるとこのここがスクリューのとこが開いてくるでしょ、ゴミ入ったりかんから、これ戻す、ちゃんとね、これぐらいでいいですね。ありがとうございます、はい、これが弓の収納の仕方、思った以上に緩めるんですね。そうですよ、緩めてくださいね、うん、はい、あっちの弓も緩めましょう、今乾燥する時期なんで何もしてなくても張ってしまうね。そうそうそう、はい、そう、これが弓の方の収納の仕方ね、はい、はい、それでは楽器を今日は弾くまでの話ですから、はい、まあ、弓はちょっと置いといて、楽器を今度は弾きます、今から練習しますといった時に、はい、はい、段取りよく片手もつけてみましょう。はい、ケースからまず楽器を出します。丁寧やね、はい、ちゃんと、はい、ちゃんと降りましょう。ね、こらくしゃくしゃってしていけませんね。はい、大丈夫ですか？はい、そう、あ、今ちょっとここでまた一つ問題が一つありましたね。ちゃんと閉めてる。いや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 、じゃなくて、はい、ケースは開けといてください。あ、そうなんですか？はい、開けといてください。閉めないで、いちいち。そう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 、自立しないですね、だから幅かかりますね。だからまあケースを買うときに自立するケースかしないケースかは大事ね。でこれはまあもう作った人亡くなったんやけど、ゴージュさんっていう人ね、イギリスのケースですけど、もうない売ってません、これ。でこれは自立してるでしょ、だからなんかこう舞台裏で楽器出すときとかはこういうケースでないと、置いたらこんなになってしまうとちょっと危ないね。でもだからそれやったら向こう側にちょっとなんかカバンかなんか物でも置いとけば、あの自立してくれるから、そうですね。でまあ今ゴロンと開けといていいですよ、構わないです、閉めないで、うん、それがいいです、開けといてください。で、なんかの時にパッとそこへまた置いたらいいから、うん、いちいち開けないから、はい、じゃあ楽器弾きますね、弾くまでの話ですよ今日は、はい、はい、じゃあ片手つけましょう。はい、どうぞ。そう、さっき角度変えたからね。そう、戻して。はい。はいはい。松本さんはね、もう慣れてるからね、だいぶね、バイオリンの経験も、どれぐらいかな、復活して。1年弱。おー。まあ、1年ぐらいやればわかるね。でも、これがなかなかできないんですよ。片手をつけるのが。うん、ね。今あの割とこう自然にやりはったね。でちょっと貸してみて、はい、でこういう人おるよね、こう思って。これちょっとなんかちょっとね、バイオリン逆立ちしてるしね、かわいそうよね。それとかこういう人もおったよ、すごいですね。どこで習ったんやろね、そういう持ち方。だからバイオリンに片手をつけるときは左手で持って、それで横にします。そうするとこの足がここに乗ります。乗ったでしょ、あとはここを調節してどうしたら入る、やってみますか。はい、はい、
横にして、はい、生きてますね。はい、そうで、ギュッと押し込む。はいはいはい、はい、やりやすいです。簡単でしょ。はい、ね、逆立ち しないとか、プロの人でね、そういう人いましたからね。コマを倒しそうで怖いです。ああ、そうね、コマね、怖いね。そう、あとだから、引くことはそれで、まあ乗せてみて、ちょっと角度があれだなと思ったら、まあ大体身長が165-170ぐらいまでの人はこれぐらいの角度であります。だからまあこれも、まあまた別のレッスン動画で話してると思いますけど、このつける位置を、例えば昨日はこうやったね、そうやけど今はこう、多分明日はこうなるとか、そういうようなつけ方してはいけません。いつもこの辺かなっていう、ね、そのベストポジションがありましたら、それを先生と相談するとかね。だからここを動くのにしてますか。で、これをこっち側にしたままこうやって乗せると持ちにくいですよ。だからこうね。あ、角度変わるんですね。で、ご存じなかったでしょ。ちょっとそれにちょっと乗せてみて、ここは。角度変わるでしょ。そうすると体に優しくフィットしますよ。ね、違うでしょ。で、逆にしてみて。そうそうそう、なんか違和感あるでしょ。少し苦しい、ね、ちょっと違うでしょ、はい、ね、だからそこもよく稼働させてください。そう、はい、そんなことが、弓、まあ左側ね、楽器弾くまでの話ですね。なんかここで質問ないですか。質問ですか。うん、例えばこれはこんなことかしら、はい、弾く話じゃないですよ、扱い方、取り扱い、うん、弦の巻き方とか、すごく自分で巻けなくて困ってます、ね、そうですよね。だから弦の巻き方についてはまた別動画撮ったらいいかなとは思うけど、そうね、そうだから、このペグって言うんですけどね、ここはね、これがだいたい、いいですか、見えるかな、ちょっと前行きましょうか、はい、持ちやすい角度っていうのがあるんですよね、テープは。で、こう乗せた時に持ちやすい角度っていうのはこれです。要するに時計の針を見て、6時がここまっすぐとするでしょ、6時で、それで例えば8時のところは持ちやすいです。で、これが6時とか反対にもっとこっちに角度がいってると、まあ、松本さんのも大丈夫ね、これ持ちやすい。で、これはまっすぐ下向いてると持ちやすい。だからこうやって持って、ここの角度がものすごく悪くて引きにくいっていうね。こうやって衛線とか回しにくいでしょ。衛線回しませんけど、ね、どうやって持っていいかが分からない。分かる、まあ、衛線こっちでやるからね。そういうこのペグの角度っていうのもとっても大事ね。はい、あとそうね、何か一番、一つ質問ですか。どうぞ。この巻いてる端っこの弦がピロって出てくるんですけど、うん、これは出てきても大丈夫ですか。出てきてますよ。あ、大丈夫なんですね。うん、大丈夫大丈夫。いつも不安で。あ、大丈夫。時々見るんやけど、楽器のこの弦を巻くのにものすごく綺麗に巻いてるけど、ちょっと違うなという巻き方があるのね。それは弦を穴に入れて、それでこちらへ戻した時に、ちゃんと弦で弦をちゃんと押さえてやらないからね。でないと緩んできます。 A 線は、一番線はもう入れてそのままぐーっと巻けますけど、それはちょっと、やってみましょうか。手元で撮るやつでやってみましょうか。はい、ね、じゃあここでちょっと一つ入れて、弦の巻き方、はい。